今日最初のニュースは今大きく表情が変わり始めている天神の中心部、その一つ、あちらのイムズ跡地では地上21階建てのビルが完成する予定です、そのビルの着工が今日始まりました着工に先立って今日午前、ビルの開発事業者三菱地所の中島社長らが安全を祈願しました。 このビルにはどんなテナントが入居するのでしょうかプロジェクトの発表会が開かれました開発コンセプトは福岡文化生態系です新しい時代を半歩リードする文明開化人の営みの交流の場を作る担い手として新たなライフスタイルを作っていきたいというふうに考えておりますその象徴として誘致したのが。 アメリカシアトル発のエースホテルアジアでは2か所目九州初進出です低層階と上層階に入り客室の数は192最大の特徴が1階から2階に設ける交流のラウンジです宿泊者以外も利用できアートや音楽などのイベントを開いて交流の拠点にしていく狙いです これから地元の事業者と関係を構築し地域に必要不可欠なホテルを目指していきたいかつてのイムズと大きく違うのはホテル入居に加え大規模なオフィス空間が設けられる点です全体での雇用者数は3000人を見込んでいます施設にはこのほかショップやレストランの商業ゾーンも新設 にぎわいの拠点にしていく狙いです新しいビルは2026年12月に竣工する予定です